ポールは、アップルの前 iOS 担当上級副社長。スタンフォード大学にて、記号論及びコンピュータサイエンスの修士号を取得。アップルの他の多くの主要技術人と同じく NEXT、出身のソフトウェアエンジニアで、1997年には、アップルによる、同社買収を経て、MacOS 10のアクアユーザーインターフェースのデザイン、開発を担当。 2006年にアビー・テバニアンが退社したことに伴い、MacOS 10V10.5 の開発責任者を務める。2008年6月の WWDC の3日前に上級副社長に就任し、iOS プラットフォーム開発の中心人物となっていた。2011年10月にスティーブ・ジョブズが死去して、以降は、同社幹部との確執が表面化し、地図問題が きっかけとなって、辞職に追い込まれた。2012年10月29日付で、引き継ぎのために、CEO のティム・クックのアドバイザーとなり、2013年に、アップルを離れることが発表された。公認として、MacOS10 担当だったクレイグ・フェデリギが、iOS 担当も兼任することとなった。2015年には、ブロードウェイミュージカルのプロデューサーを務め、 プロデュースした作品が、トニー賞を受賞している。スコットが担当した、イフネオズ1.0から iOS6 までは、立体的であり、現実世界の物質をアイコンなどに表現した、リッチデザインやスキューモーフィズムデザインが特徴である。また、スコット曰く、スキューモーフィズムデザインの iOS への採用はジョブズ。 自らが強く提唱したもので、MacOS 10をベースに説明書を読む必要もなく簡単に操作できるようにデザインしたという。ありがとうございます。